午後の部を開始させていただきます。午後の、1つ目の講演、あ、そうじゃない、講義が、ゲノムマーケットアノテーション、学生部を中心ということで、新潟大学の阿部先生、よろしくお願いします。新潟大の阿部と申します。今日はですね、あのゲノムアノテーションというタイトルで、発表、あの講習、での、講義をさせていただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。それでですね、あの皆さん、ゲノムアノテーションなんですけれども、あの実際にですね、アノテーションをしたことがある、もしくはですね、これからアノテーション、あのゲノムを決めてですね、アノテーションしようと考えられる方っていうのはどれぐらいおられますでしょうか。あ、意外と多いですね。あのじゃあそれではですね、あの、まあ、今回あの真核生物を中心にっていう、ことだったんですけれども、あの一応ですね、原核生物からあの下等真核生物ぐらいまでをあのカバーできる範囲で、実際の内容をですね、作ってみました。で、あの、まあ、特にですね、実例に関してはあのちょっとあの真核生物をですね、まあ、中心にあのどういうふうに、まあ、アノテーションしていくのかという、実際の実例をですね、紹介していきたい、いきたいというふうに、考えておりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、私なんですけれども、ちょっとあの講義させていただく前にですね、ちょっと自己紹介をさせていただきます。で、まあ、あの所属はですね、まあ、書いてあります通り、まあ、今工学部の情報工学科にいるんですけれども、あの、まあ、それでなんでゲノムアノテーションかっていう、講義をですね、担当させていただくことになったかといいますと、まああのまあ、専門自体はですね、バイオインフォマティクスで、まあ、特にですね、比較ゲノムやメタゲノム解析などで、一括学習型自己組織化マップ BLSOM っていう手法をですね、まあ、開発して、で、まあ、あのいろんな、解析を、まあ、実際に行っているという、ところを、やっております。で、あの、まあ、私はですね、あの研究室の、URL、こちらの方に、書かせていただきましたので、まあ、もしですね、ご興味ある方は、こちらの方もご覧いただければと思います。で、まあ、あの実際にですね、ゲノムアノテーションといたしましては、以前ですね、まあ、国立遺伝学研究所、まあ、DDBJ センターに、所属しておりまして、まあ、その際にですね、大腸菌ゲノム、の、計12株のですね、まあ、再アノテーションプロジェクト、だったりとか、あと、まあ、ゲノム微生物の再アノテーションワークフロー、まあ、GTPS という、データベースと、その、アノテーションするためのですね、ワークフローの、まあ、構築に携わっていたりとか、まあ、あとですね、マニュアルケーションによる、TRNA 遺伝子データベースの、TRNA、DBCE という、データベースを、の、実際の構築、運用なんかも行ってますし、まあ、あとですね、タイネリア原虫の、ゲノムプロジェクトに参加しまして、まあ、実際に、まあ、ゲノムアノテーションにも、深く、関与してきましたので、まあ、ちょっと、そういう経験を踏まえてですね、今回お話しさせていただければというふうに考えております。で、今日のですね、講習会の、内容なんですけれども、大体、3つ、ありまして、で、大体30分ずつで、いけたらというふうに考えております。で、まあ、最初にですね、まあ、概要をお話しして、まあ、実際にじゃあ今度はあの自分の対象のですね、ゲノムに対してじゃあ どういう、ソフトウェアを使ってどうアノテーションをつけていくかっていう、実際のですね、考え方について、講義させていただいて、まあ、最後にですね、まあ、演習として、まあ、任意のゲノム配列に、まあ、実際にアノテーションしてもらうという、流れになっています。で、今回ですね、全てあのスライドの、原稿、印刷で、お渡しさせていただきましたけれども、まあ、その資料なんですけれども、まあ、解析ツールとか結構よく出てきます。で、まあ、こういうふうにですね、アクセスしてもらいたいため、まあ、実際は論文を、まあ、リファーするのが、筋だと思うんですけれども、まあ、あえてですね、まあ、URL、直接ですね、アクセスしてもらいたいと思いましたので、まあ、URL を、記載しておりますので、まあ、ちょっとその点、ご注意ください。で、まあ、アノテーションなんですけれども、まあ、皆さんアノテーションを考えてられる方、多いので、まあ、実際アノテーションとは何ぞやということは、深く、ご紹介しなくても大丈夫だと思うんですけれども、まあ、一応ですね、アノテーションといって、まああのまあ、岩波の、生物学史の、まあ、第5版の、ところの、アノテーションのところを、抜き出してきましたけれども、まあ、一般にですね、まあ、ある文章に対する、まあ、注釈を言うんですけれども、まああのまあ、生物学の、まあ、特にですね、分子生物学の中では、塩基配列だったりとか、まあ、アミノ酸配列に対する、まあ、生物学的知識を、まあ、駆使して、情報を、付加していく
ことをですね、まあ、アノテーションというふうに呼びます。で実際にですね、まあ、それをまあ専門にして、まあ、されている方を、まあ、アノテーターというふうに呼んでいます。で、まあ、特にですね、まあ、DNA、まあ、ゲノムの配列情報だったり、まあ、タンパク質のまあデータベースにはですね、このアノテーションという、作業というのは、必須の、非常にですね、まあ、重要な、作業になります。まあ、これはですね、その情報が、信頼できるものをやっぱデータベースとしてまあ公開、皆さん、先ほど、午前中にですね、大波先生から、まあはい配列のまあ創造性検索だったりとか、系統樹の解析の、講義が、ありましたけれども、まあ、その時にまあ使う、その遺伝子の、まあ、塩基配列だったりとか、タンパク質のアミノ酸配列といった、配列情報をですね、まあ、使う際には、きちんとアノテーションその、どこからどこまでが、遺伝子の、配列なのかということがですね、まあ、きちんと、情報として、まあ、データベースとしてですね、登録されてないといけないところになりますので、あのこの、アノテーションという、作業ですね、まあ、実際にその情報を扱う上での、土台になってきた、ものの、作業になるかと思います。で実際ですね、まあ、ゲノムアノテーション、まあ、今も、ご紹介いたしましたけれども、まあ、こういうその塩基配列、まあ、先ほどの午前中にもですね、まあ、これは何の配列でしょうかという、お話がありましたので、まあ、実際にまあこれはどういう配列かっていう、まあ、この配列情報にですね、まあ、どこに、遺伝子がコードされていて、まあ、どこにですね、っていう、情報をまあ付与していくことになります。で、まあ、今回はですね、ちょっとまあ例といたしまして、まあ、大腸菌の、レックス A の、遺伝子の前後配列を抽出したものになりますけれども、まあ、この赤字で書いてあるところが ORF、まあ、遺伝子領域になります。ではこの領域がですね、ゲノム上のどこからどこまで、何番地から何番地までで、まあ、その上流にですね、まあ、どういうような制御領域、まあ、例えばプロモーター領域があるのかないのかですね、まあ、そういうようなところを、その ATGC の専門者の並びの情報から情報の中に、まあ、その遺伝子の情報がですね、まあ、どういうふうにまあコードされているのかというのを付与していく作業がまあ実際のゲノムアノテーションになります。まあ、これはまあ一つの遺伝子になりますけど、まあ、ゲノムワイドになりますと、まあ大腸菌の場合ですと約ですね4300件の遺伝子がありますので、まあ、その一個一個に対してですね、まあ、どこからどこまでが、遺伝子で、これはこういうアミノ酸になりますというようなことを、まあ、同定していく、ことが、まあ、ゲノムアノテーションになります。で実際ですね、まあ、ゲノムプロジェクトの流れなんですけれども、まあ、これはもう皆さんにご紹介することも、ないとは思うんですけれども、まあ、実際、まあ、シーケンスにで、まあまあ、現在ですと、まあ、自在シーケンサーが出てきておりますので、まあ、その自在シーケンサーで、まあ微生物のゲノムサイズであればですね、もう十分量がですね1回の、まあ、1回で、まあ取得されるというような、まあ時代になってきましたけれども、まあ、そこからですね得られたその配列情報に対して、まあ、アセンブルを行って、でコンプリート完全調にするためには、まあ、最後フィニッシングを行って、まあ完全調ゲノムが、まあ、出来上がります。でそれ、まあ、完全腸のゲノム、まあ、ATGC のです、ね、まあ、情報が出来上がった後ですね、まあ、ゲノムアノテーションといたしまして、まあ機能性 RNA の、まあ、同定ですね、並びに遺伝子領域、今度は実際の遺伝子領域の位置の同定並びに、その遺伝子の機能を、まあ、予測していくということを行いまして、まあ、ゲノム配列の、まあ、生物学的知見をですね、加えていく。でまあ、このゲノムアノテーションについて、まあ、これからですね、より詳細にお話ししていきたいと思います。まあ、この遺伝子のですね、位置情報と機能情報が取得できたらば、まあ、そこからですね、まあ、初めてそのゲノム機能を解明といたしまして、まあ、比較ゲノム解析だと、まあ、そういうような解析を行って実際にその対象となるそのゲノムの特性を見ていくことになるかと。まあ、そういう意味ではですね、このアノテーションっていうところはですね、自分が対象となるそのゲノムのですね情報の根幹となりますので、このゲノムアノテーションについてはですね、しっかりとしていく必要もあると思います。で実際ですね、アノテーションの流れなんですけれども、
流れといたしましては、大きくですね、この4つの段階になります。で、まあ、1つはですね、リピート配列を検出と、ます、はい。で、まあ、これはですね、今回ちょっと真核生物を、ちょっと、主にという、書かせていただきましたので、まあ、真核生物の場合は、まずこの一番最初のステップが入ってきますけれども、まあ、原核生物の場合ですと、大体2、3、4で、まあ、そんなにですね、まあ、原核生物の場合ですと、まあ、リピート配列はそんなに多くありませんので、まあ、1は省略、する場合が多いです。で、まあ、次にですね、まあ、2番目として、まあ、機能性 RNA として、まあ、リボソーム RNA と、tRNA で、まあ、あとはですね、まあ、あれば、まあ、ノンコーディング RNA についても、まあ、予測と、マスを増していく。で、まあ、そこからですね、その、リピート配列と機能性 RNA の、まあ、検出とマスク、が、まあ、終了した後、まあ、初めて、まあ、遺伝子領域の、まあ、予測を行っていって、で、まあ、予測の、検証を、行って、まあ、遺伝子の、機能予測を行っていく。で、まあ、最終的にはですね、この1から4の、流れにつきましては、まあ、主に、まあ、計算機による処理というところがですね、ただ、まあ大きいんですけれども、まあ、そこのですね、まあ、得られた、まあ、最終的な結果につきましてはですね、まあ、最終的には、やはり、まあ、人の目で、まあ、精査していくということで、まあ、マニュアルアノテーションというものが、必要になってきます。で、まあ、詳細についてですね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、まず、まあ、リピート配列の検出とマスクなんですけれども、これについてはですね、まあ、主に真核生物では、まあ、リピート配列があると、まあ、どうしてもですね、その遺伝子領域を、まあ、予測する上で、まあ、エラーが入ってしまいます。まあ、その、リピート領域のところが、まあ、うまく、タンデムリピートだったりとかですね、があると、まあ、うまく予測されないので、まあ、どうしても最初に、まあ、リピート、配列を、まあ、マスクする必要があります。で、まあ、リピート配列の、まあ、検出と、マスクの、まあ、手法なんですけれども、この、リピートマスターという、ソフトウェアがですね、ありまして、まあ、これはですね、機器のまあ、これまでですね、まあ、データベースで公開されている中での、まあ、リピート配列の、部分をですね、まあ、データベース化して、まあ、それに対してですね、検出するような、リピート、配列の、まあ、検出の、プログラムなんですけれども、まあ、これを、使うのがですね、大体、まあ、メジャーな、ソフトウェアになっています。で、まあ、そういう、まあ、大体ですね、まあ、真核、ゲノムプロジェクトで、まあ、採用されていて、まあ、あとですね、まあ、使用結果として、リピート配列の、検出結果に加えて、実際にですね、その検出されたそのリピート配列を、マスクした、状態での、使用結果を、まあ、返してくれますので、まあ、その、得られたですね、そのマスクされた配列を、まあ、次の回復に持っていけばいいという、流れも、できますので、まあ、これが、よく使われている、ものになります。で、次にですね、まあ、機能性 RNA の、まあ、予測と、マスクになるんですけれども、まあ、機能性 RNA としてですね、まあ、主に、まあ、リボソーム RNA と、tRNA の、まあ、検出とですね、マスクを、まず行うというのが、必要になります。で、まあ、この2種類はですね、まあ、全て の, その生物種で、まあ、保有しておりまして、まあ、配列も保存性が、まあ、非常に、まあ、高い。で、まあ、なおかつですね、構造を持ってますので、どうしてもその遺伝子の予測をする際にその構造がですね、邪魔になってしまう、まあ、うまく予測されない、誤ってですね、その、リボソーム RNA のところに、まあ、もしかしたら、まあ、遺伝子が予測されてしまっているとかですね、まあ、そういうこともありますので、まず最初に、検出と、予測とですね、マスクを行うことになります。で、まあ、リボソーム RNA のリボソーム RNA なんですけれども、まあ、これはですね、まあ、生物種間で、まあ、配列の保存性が非常に高いですので、まあ、実際にですね、まあ、対象となる、ゲノムの、まあ、基地の、禁煙ゲノムのその配列群を、まあ、データベースにしてですね、先ほど、ご紹介があったような、まあ、相同性検査、塩基配列ですので、まあ、ブラストの、N を使って、ゲノム配列上の、まあ、位置を、同定するということになります。で、まあ、次にですね、まあ、tRNA、tRNA なんですけれども、まあ、tRNA はですね、まあ、基本的には、まあ、76塩基からなる、クローバーに、クローバー化構造、を、取る、ものになります。まあ、実際、まあ、構造としては、まあ、こんな感じの、構造になりますけれども、まあ、予測、まあ、こういうようなですね、tRNA の、構造を、取る、
ピアネ自体はですね、こういうような、きちんとした、構造を取りますので、比較的、予測プログラムの、精度は、高いです。大体ですね、生物種にも、よるんですけれども、原核生物であれば大体 95% 程度ぐらいの予測精度がありますので、大体ですね、まず最初の段階でですね、TRNA をマスクするっていうところでは、TRNA の予測プログラムを使って検出して、その領域をマスクしていくという流れになります。で、よく使われるプログラムとしてはですね、TRNA スキャン SE というものがあります。で、これはですね、原核生物並びに真核生物にも対応してます。あとオルガレナにも対応してますけれども、幅広い生物種に対応しておりますので、大体TRNA の予測を行う際には最もよく使われるプログラムになります。ただですね、その TRNA の予測のプログラムの精度、先ほど原核生物、95% というふうに言いましたけれども、残りのその 5% についてはですね、どうしても予測できない部分もありますので、その TRNA のそのセット、そのゲノム全体の中でのその TRNA のセットを見たいという場合にはですね、実際にその TRNA のそのアンチコドンの、種類だと、そこを見て、何の TRNA が足りないかとかですね、そういうところをですね、最終的には見ていただく必要が、あるかと思います。で、次にですね、3番目として、遺伝子、領域の、予測ということで、ここがですね、一番、ゲノムアノテーションでのメインになってくるかと思います。で、まずですね、原核生物を、例にですね、その、遺伝子、領域予測の、手法の、概要をですね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、原核生物の場合ですと、ORF、遺伝子領域がありまして、基本的にはですね、エクソン、イントロン、構造は取り、ありませんので、基本的には、胎児コドンがあって、で、トリプレットで、対応していって、最後終止コドンというような、形に、なります。で、実際ですね、そのゲノム DNA から、タンパク質を、コードしている、可能性の最も高い領域を、同定していくと、いうことになるんですけれども、原核生物の場合ですね、先ほども、構造としてですね、ご紹介いたしましたけれども、基本的にはですね、イントロンを持ちませんので、開始コドンから、終止コドンまでを取る、領域というのは、遺伝子領域の、可能性が高いというのが、一番シンプルに、考えたときに、なるかと思います。で、ゲノム上でですね、取り得る、コドンの、読み枠といたしましては、センス側でですね、3文字ごとですので、3通りで、アンチセンス側で、3通りの、計6通り、あります。で、それをですね、全て、見て、コドンの読み枠の、全てを見ていって、開始コドンと、終止コドンで終わる領域を、探していく、方法といたしまして、6フレーム法と呼ばれる、手法があります。その6フレーム法を使って、開始コドン、終止コドンを、探索していくというのが、一番シンプルな、方法になります。で、その次にですね、これは あまりにも、シンプルすぎて、全ての、可能性を検出しますので、実際にどれが本当かという、同定することが、難しいということになりますので、それよりもですね、もう少し、その、遺伝子領域の、配列の、特徴をですね、抽出して、それをですね、識別していこうという、手法がですね、開発されて、それが今現在は、主流、使う、主流となります。で、特徴的なですね、配列パターンとしてはですね、主に、遺伝子領域中の、コドンの、使用パターンと、あとは、開始コドン近隣近傍ですね、塩基配列パターンなどが、挙げられます。で、これらのですね、特徴を、ある、生物種のですね、基地遺伝子セットから、識別できるようにですね、この、配列は、遺伝子領域ですよ、それは、この塩基配列は違いますよといったようなですね、領域をですね、識別できるように、訓練、学習して、で、その学習したデータを用いて、パターンを持つ領域を、識別していくという、手法が、一般的になります。で、実際ですね、この、訓練、学習をですね、どういうふうに、行う、
ていくかといいますと、まあ、アルゴリズムとしては、現在主流になっているのは、隠れマルコフモデル、HMM、ヒルマルコフモデルという、呼ばれる、手法が、まあ、主になっていまして、まあ、あとはですね、いろいろ、ニューラルネットワークだったりとか、あとはですね、動的プログラミングであったりとかといったような、手法が、開発されて、公開されてますけれども、現在はですね、隠れマルコフモデルを使った、手法が、主になります。で、今ですね、ご紹介した、ロクレーム法とですね、隠れマルコフモデルの、モデルを使った、ソフトウェアと、考え方について、これから紹介していこうと思います。でまずですね、ロクレーム法なんですけれども、これはですね、各フレームその、6通り、センス側とアンセンス側で、各3つずつある読み枠において、開始コード、収支コードの領域を探し出すという、シンプルな、方法です。で、特にですね、現在、公開されている、ソフトウェアとしては、NCBI で公開されている、ORF ファインダーというものがあります。で、これをですね、これが、トップ画面になるんですけれども、こちらの方にですね、配列を入れまして、で、返ってきた結果っていうのが、こちらの方になります。で、ここからですね、開始コードから終止コードまで取れる領域っていうのを、各、配列の、表と、裏の、3通りで、取っていく。で、こういう、シンプルな、方法ですので、この、読み枠、でですね、取れる、領域っていうのは、全て、検出されます。ですので、どれがですね、今度は正しいのか、この場合ですと、こっち側でですね、一つ、大きなのが取れるんですけど、こちらの方に小さくですね、重複していく、これがどっちが正しいのかっていうのを、今度はですね、相当性検索などを使って、検証していくということになります。ですので、実際ですね、ゲノムワイド全部見ていくというのは大変なんですけれども、ここにもしかしたら ORF があるかもしれないというようなその領域についてはですね、詳細にですね、チェックするという意味では、この手法も使えるんじゃないかと思います。で、参考といたしましてはですね、こちらの、統合テレビという、サイトがあるんですけれども、この、統合データベースプロジェクトで、開発されたですね、このバイオインフォマティクスの手法の説明だったりとかを分かりやすくですね、紹介しているサイトといたしましては、統合テレビというものがあります。で、この中でですね、新たなる有用遺伝子候補を探索するっていうところにですね、この ORF ファインダーの使い方の動画がありますので、こちらの方もですね、参考いただければと思います。で、次にですね、遺伝子領域予測といたしまして、隠れマルコフモデルを、利用した、統計的手法といたしまして、についてですね、ご紹介していきたいと思います。で、実際ですね、その遺伝子領域とその遺伝子領域以外の、領域とではですね、その塩基配列の、出現パターンというのが、異なります。で、これはですね、その、特に、原核生物を、対象にですね、解析されている方であれば、そのコドンの使用パターンというのが、その生物種ごとに偏りがある。で、その偏りがですね、その生物種、こういうようなですね、特性を持っているということはですね、ご存知かと思うんですけれども、そのですね、そのコドンのその偏りというものが、その遺伝子領域と、それ以外、そのインターンク領域での、その3文字。ごとのですね、使用パターンというのが違いますので、そこにですね、着目して、学習していくことになります。で、その配列パターンをですね、その認識するために、その隠れマルコフモデルという、統計学的な、手法を用いて、実際にそのパターンを、学習していく、学習して、で、その学習して、その得られた、モデルを使ってですね、遺伝子領域の、予測が、行われている。で、隠れマルコフを、利用した、統計的手法なんですけれども、実際ですね、その隠れマルコフモデルについてですね、詳しく、ご紹介するには、ちょっと、時間もあまりありませんので、本当にですね、ちょっと簡単な、例でですね、ご紹介させていただきます。
で、こちらはですね、その原核生物の、ゲノムの構造で、その遺伝子と遺伝子がない領域として、考えられる、状態としてですね、3つ、その開始コドンの状態と、あとはその、遺伝子領域がない、コドンが連なった、状態と、終止コドンの状態という、ものが、あるかと思います。で、特にですね、その遺伝子領域のその内部で、コドンが連なった状態なんですけども、その時にそのコドンが AAG とか、この場合ですと AAG という例なんですけども、その AAG が出現する、モデルをですね、作っていく。で、実際のモデルとしてはですね、単純にその並ぶ、場合で、あとは、何かしらですね、挿入だったりとか結出があった場合ですか、 A なんちゃら AG とかですね、そういう、った時に、これが遺伝子領域として、中で使われるコドンとして、正しいかどうかということをですね、確率的に、学習していく、ことになります。これをですね、例えばこういう AAG だったりとか、他のですね、AAC だったりっていうような、その各コドンに対して、統計的なですね、モデルを作っておいて、じゃあ実際にその、遺伝子領域として、同定したいその領域の、コドンの、出現確率っていうのが、どれほどになるのかということをですね、見て、最終的にこれは遺伝子領域か遺伝子領域ではないかということをですね、識別していくことになります。ここでですね、ですので大事なのは、この、モデルを作るためには、その基地のですね、遺伝子の、配列セットっていうのが、どうしても必要、それがあって初めて、こういうモデルを、作って、で、実際に、見たい対象のゲノムに対してですね、遺伝子領域予測を、遺伝子領域の予測を行っていくということになります。ですので、実際にですね、こういうその、基地配列を用いて、基地のですね、遺伝子配列を用いて、計算するんですけど、そういう、計算に使う、セットのことを、学習セットというふうにも、呼びます。で、実際にはですね、今、一つのコドンの、パターンで、モデルの例を紹介いたしましたけれども、そういう意味もですね、コドンの連なりを考慮した方が、予測精度はより良くなります。ですので、現在ですね、原核生物で主流となっている予測遺伝子領域の予測ソフトとしては、グリーマーと、あとは、ジンマーという、2種類が、メジャーになっているんですけれども、グリーマーの場合ですと、その8塩基の、パターンで、ジンマークであれば、6塩基ですね、2つのコドンの領域を見て、で、それでですね、カフェマークモデルを、作って、予測していくということになっています。で、実際にですね、原核生物で、予測プログラムを、利用する場合の、注意点として、いくつか挙げさせていただきました。で、カフェマークモデルを、利用したその遺伝子領域予測プログラムの場合ですね、その、近縁な、生物種の、基地遺伝子配列を用いて、学習モデルを、構築する、必要があるんですけれども、現在、出ているですね、グリーマーとかジンマーの、バージョンですと、学習セットのですね、このですね、基地の、学習、セットを、作る部分の、手間をですね、省くために、自己学習型の、モデルをですね、採用している場合もあります。ですので、学習セットを作ることなくですね、塩基配列の、情報を、投入するだけで、大体長そうな ORF の、候補っていうのを、あらかじめ最初決めておいて、自分の中ですね、仮に予測して、それを、学習セットに持ってきて、実際に、予測するというような、手順がですね、自動的に、行えるようにはなってきています。で、あとですね、開始コドンのその位置の、正確な同定っていうのはですね、現在も非常に難しいです。で、その場合ですね、SD 配列などですね、遺伝子上流配列の、特徴を、加味して、精査する必要があります。で、これはですね、どうしてもですね、開始コドンですね、上流前後の、特徴っていう、どうしても、領域上にですね、幅がありますので、SD 配列もある場合と、ない場合とかもありますので、どうしてもですね、お尻は決めやすいんですけど、これはもう終止コドンっていうところでもうバチッと決まるんですけれども、開始コドンどうしてもエチオニンが出てくるところは候補になってしまいますので、そこの部分をですね、同定する場合には、より精細にですね、精査していく必要があります。
で、このですね、予測プログラムなんですけれども、原核生物についてはですね、非常に予測精度は高いんですけれども、その中でもですね、どうしても取りこぼしとかっていうのも出てきますので、その場合にはですね、一番最初にご紹介いたしました、ロックレーム法だったりとかですね、あとは、相同性検索で、その、インタージェニック領域ですね、遺伝子間領域のその塩基配列を抜き出してきて、相同性検索を行うとかですね、そういうようなところで、保管していく、必要も、あります。で、次にですね、真核生物の遺伝子構造なんですけれども、これはですね、原核生物に比べて、非常に構造が複雑になります。で、インタージェントがあってですね、5プライム UTR があって、開始コドンがあったとして、そこからですね、エキソン・イントロン構造を持つ、エキソンとイントロンの組み合わせがあって、で、終始コドンで、3プライム UTR があって、インタージェントといったようなですね、非常にですね、原核生物に加えて、エキソン・イントロン構造を持つためにですね、非常に遺伝子構造は複雑になっています。そのためですね、その原核生物とは、異なりまして、その遺伝子領域の完全な予測というのは、非常に、難しくなってしまいます。で、実際にですね、いろいろその、対象となる、特徴ですね、いろいろ見ていかなきゃいけない部分っていうのが、ありますし、それがですね、その対象 の, そのゲノムによってはいろいろとばらつきが出てきてしまうというところで、難しさが、出てきます。で、実際にですね、核エマルコフな、モデルなどを使った、学習によってはですね、開始コドン、終始コドン、あとはスペアシングサイトの、特徴だったりとか、エキソン・イントロン、遺伝子間領域の、長さとかといったような、特徴だったりとか、あとはプロモーターだったりとか、あとはポリエール、不可思議なといったようなですね、などを考慮し、学習を行っていくことになります。で、実際にですね、今、申しましたけれども、それだけですね、見ていく、特徴の部分というのが、非常に多くなりますので、どうしてもですね、その、原核生物で利用したそのフィルム・マルコフモデルなどの統計手法だったりとかですね、ニューラルネットワークのようなその機械学手法をですね、組み合わせた予測法っていうのは、真核生物に対してもですね、いろいろと、開発、公開、されてますけれども、予測精度自体っていうのは、そんなにですね、高くありません。で、うまくいっても大体60から70、その対象の、ゲノムにもよるんですけれども、になります。そのためですね、実際にそのアノテーションするときに、その遺伝子 の, その領域をですね、予測していく場合には、一つのですね、予測、プログラムにを使ってですね、それだけを信じて行うのではなくて、複数の、予測プログラムを、組み合わせて、使っていくというのが、真核生物の場合は、主流になっています。あとはですね、近縁 の, その生物種の、基地の遺伝子、基地の、ゲノムの情報が出ていれば、その、ゲノムのですね、配列情報、遺伝子の情報、配列情報を使って、相同性検索なんかも、組み合わせる場合もあります。あとはですね、もう一つはその遺伝子の領域を、同定するっていう意味ではですね、EST だったりとか、前兆の、CDNA 配列の、決定をの、情報もですね、実験的に、遺伝子領域を同定して、検証していくことっていうのも、非常に重要になります。真核生物の場合、その遺伝子領域予測 を行う場合には、そのプログラムだけではなくて、プログラムを、メインに使っていくんですけれども、そのプログラムも、複数種、組み合わせて、考えていかなければいけないっていうところにが、重要になってきます。で、実際ですね、下等真核生物で、利用されている、プログラムをですね、中心に、ちょっと真核生物で使われている、予測プログラムの、種類をですね、リストアップしてみました。で、まず一番最初にその近縁 の, そのゲノムが、決定済みの場合なんですけれども、これはですね、先ほども申しましたけれども、その、近縁のですね、ゲノムの、遺伝子の、タンパク質のアミノ酸配列をですね、使って、その、相同性を、元にした、予測っていうのが行われます。で、使われているですね、ソフトウェアとしては、主にですね、GeneWise
という、これ、EDI で出しているデータ、プログラムですけれども、それがまあこれまで主に使われてきました。で、まあ、私自身ですね、使ってみて、この GenBlastG っていう、プログラムがですね、2011年、出てるんですけれども、まあ、こちらの方がですね、まあ、私個人が使った部分としては、こちらの方が、使いやすいかなというふうに思います。で、まあ、あとですね、その禁煙のそのゲノムがですね、決定まだしていないという場合には、まあ、アブインシオによる、まあ、予測、まあ、といたしまして、まあ、大体ですね、まあ、メインで使われているものとしては、まあ、FGNSH という、これはですね、まあ、ここにも FGNSH プラスというのがあるんですけれども、これはまあソフトベリーという、会社が出している、予測プログラムソフトで、まあ、優勝になっています。まあ、これはちょっと下等真核生物でも特にですね、まあ、酵母を、中心にですね、チェックした、ところですので、まあ酵母の中で、よく使われて、まあ、学習モデルが、公開されてますので、よく使われていたので挙げています。まあ、それ以外は、まあ、フリーソフトなんですけれども、あとは、まあ、グリーマー HM だったりとか、まあ、オーガスタスとか、ような、手法があります。まあ、あとですね、複数の、まあ、予測プログラムを組み合わせるということですので、まあ、それをですね、まあ、実際に、まあ、組み合わせて、より良い、結果を導き出そうと、考えたですね、グループもありまして、まあ、その複数のですね、まあ、予測結果を組み合わせる、手法というのも、公開されています。で、まあ、主にですね、まあ、使われているものとしては、コンバイナーと、ジグソーという、ものが、挙げられるかと思います。で、実際ですね、まあ、どれをどう組み合わせるかという話はですね、これから後の、ワークを構築で、まあ、紹介していきたいと思います。で、まあ、次にですね、まあ、遺伝子の機能予測なんですけれども、まあ、主にですね、まあ、配列相同性にまず、基づいて、まあ、機能予測を行っていきます。で、ですので、まあ、午前中のですね、ご紹介、講義で、ありました、相同性検査、まあ、ブラスト、P をですね、主に行っています。で、まあ、基地の、まあ、タンパク質とアミノ酸配列の、との、まあ、相同性検索を実施するんですけれども、まあ、対象データベースとしては、まあ、主にですね、まあ、例として、まあ、挙げられるものとしては、まあ、信頼度を、まあ、どう置くかなんですけれども、私としては、まあ、対象のゲノムの、まあ、禁煙者、その系統グループに、まあ、特化した、まあ、ゲノムデータベースがあれば、まずはそれに対してあっていく。で、まあ、あとはですね、まあ、コグっていう、恐る、まあ、主に、まあ、原核生物になるんですけども、まあ、原核生物の中での、まあ、恐る遺伝子セットの、データベースがありますので、まあ、その、コグの、データベースに、まあ、当ててきた。まあ、あとはですね、ユニプロットの中でも、まあ、スイスプロット、これはですね、まあ、アミノ酸配列に対してその、アノテーター、まあ、キュレーターの方がですね、精査して、登録している、まあ、データセットになりますので、まあ、これに当てていったりとか、まあ、あとはですね、まあ、公開されているやつの、NCBI のエクセクの前であってといったような、ところが、まあ、主に挙げられるかなというふうに思いまして挙げております。で、まあ、実際ですね、まあ、各データベースの、まあ、特性っていうのを、まあ、考慮しまして、まあ、対象データベース、まあ、どういうような、プライオリティでですね、合っていくかということを、まあ、考える必要があります。で、まあ、次にですね、まあ、相同性検査で、まあ、相当性が、まあ、ここでちょっと得られなかった場合というふうに、まあ、強調して書いてありますけれども、まあ、得られた場合にもですね、必要にはなってきます。で、まあ、タンパク質のですね、まあ、ドメインモチーフ検索を、まあ、実施していって、より詳細な、まあ、アムテーションを、行っていくことになります。で、まあ、ドメインモチーフ検索として、まあ、よく、使われる、ソフトウェアとしては、まあ、インタープルスキャンというものが挙げられます。まあ、これはですね、まあ、複数の、ドメインモチーフのデータベースだったり、まあ、予測プログラムがあるんですけど、まあ、それらに対してですね、まあ、一括して、検索をかけて、まあ、それをですね、結果として、まあ、返してくるという、まあ、機能があります。で、まあ、ちょっと、インタープロスキャンについてはですね、まあ、今回あまり深く、ご紹介する時間がありませんので、まあ、統合テレビにですね、まあ、インタープロスキャンを使ってアミノ酸配列の特徴を検索するっていう、紹介の動画がありますので、そちらの方でインタープロスキャンについてはご確認いただければと思います。
で、遺伝子の機能予測を行っていく上での、注意点として、いくつかありますので、ちょっとそれについて、ご紹介したいと思います。で、まずはですね、遺伝子の機能推定を行う時の、基準っていうのを、明確化しておきましょう。で、実際には相同性検索を、行っていくんですけれども、その時のですね、相同性検索の、識値、E バリューはいくつにするかとかですね、あとはヒットした配列のその領域との一致率とかカバー率といった定義で、どういうふうにですね、アノテーション、相当性が得られたときに、この機能を付与していくかという、基準をですね、明確化しておく必要があります。で、あとですね、その遺伝子産物のその名称、そのプロダクト名の記載に注意しましょうというのがあります。これはですね、皆さんもご経験あるかと思うんですけれども、国際機械術データベースに登録されているそのデータの中でのそのアノテーションというのはですね、登録したその研究者がおのおの記載しております。ですので、同じ機能でもですね、ちょっと表現に揺らぎがあるというのは、あります。で、実際にですね、アノテーション、ゲノムアノテーションしていく際にどの表記を採用すればいいのかで、本当にですね、同じ機能なのかっていうところにですね、混乱が生じてしまいますので、こういうですね、その機能をどう表記していくかっていう部分につきましては、その語彙をですね、統一化するためのその用語辞書としてですね、ジーンオントロジーっていうものがあります。ジーンオンについてはですね、同じ統合データベースにですね、G4 装置を使って特定遺伝子の機能情報を検索するっていう、使い方の、紹介の、動画がありますので、ちょっと、G4 オントロジーについてはですね、の詳細については、そちらの方でご確認いただければと思うんですけれども、こういうふうにですね、その機能に対して、こういうふうに、つけていきましょうというような、その語彙集がですね、ありますので、そういうのを参考にするとか、あとはですね、先ほど、スイスプロットだったりとか、コグといったような、その相続遺伝子データベース中、とかです。キュレーションされたですね、データベースについて、データについている、プロダクト名だったりとか、お葬儀遺伝子データベースの、機能アノテーションなんかを、参考にするというのが、一般的になるかと思います。ですので、ちょっとですね、この表記の部分についてはですね、いろいろと、どうしても、データが公開された後に、二次利用、していく時にもですね、これちょっと違うんじゃないのか、いろいろ出てくるところもありますので、最初にですね、こういうような、ところを、考えてですね、どうつけていくかというのを、決めてもらえればというふうに思います。で、遺伝子のですね、機能予測で、ちょっとですね、遺伝子の機能を付与するときの基準といたしまして、こういう原核生物ですね、GTPS という、現在DDBJ から公開されてますけれども、この微生物、このデータベースはですね、微生物の完全腸ゲノムに対しまして、共通のそのプロトコル、どういう遺伝子予測ソフトを使うかとかですね、そういうようなプロトコルを決めまして、で、再アノテーションを行って、データベースとして公開しております。で、その時にですね、使用いたしました、相同性検索の識値と、アノテーションの、信頼性の、グレード表をですね、挙げております。で、こちらの方はですね、詳細はですね、こちらの方の論文に、記載があります、ありますので、ご興味のある方はですね、詳しく見ていただければと思うんですけれども、実際にですね、相同性検索の、検索時の、識値として、使いましたのが、E バリューとですね、配列のその一致率。ですね、相当性が得られた領域の一致率と、あとはですね、その配列間でのそのカバー率、ある短い領域だけがですね、一致しているのは、ではなくて、その配列間同士ですね、全長が一致しているかどうかというところで、識値を設けております。で、E バリューその例といたしまして、E バリューがですね、1のマイナス40の場合ですと、一致率は 30% 以上あって、カバー率が 70% あれば、OK としましょうというような、考え方です。で、得られたですね、相当性検索で、得られたその検索結果に対して、信頼、性の、グレードをですね、つけていきましょうということで、このですね、グレード表として、A、B、C、D、E、
X という形でですね、グレード表を作っております。まあ、こんな中でもですね、まあ、実際その配列の位置、アライメントとサブジェクトがまあ 70% 以上で、かつアライメントの ORF がまあ 70%、まあ、両方 70% 当たっていればまあ A としましょう。で、その中でインタープロスキャンの中でですね、ファンクションがノーンのモーが分かっているモチーフに当たっていれば、4A にしましょうといったようなですね、まあ、グレードを分けを行っております。まあ、こちらの方ですね、その実際にアノテーションするときにですね、まあ、どういうふうに信頼性を識値を設ければいいかっていう、まあ、参考にですね、していただければと思います。で、まあ、実際にですね、まあ、遺伝子の、まあ、機能を付与できる割合なんですけれども、ちょっとこれ2006年の論文で古くて申し訳ないんですけれども、まあ、大腸菌の その、まあ、計12株で、まあ、機能がわからないものというものも、まあ、実際のですね、全体のうちの 13.9% になります。これはですね、もう大腸菌もうよく知られた、モデル生物微生物なんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、2006年当時で、約 14% であります。まあ、それがですね、やっぱりその対象のゲノムが、モデルの、モデル生物で、まあ、ゲノムが分かっているものに、禁煙か、そうでないかというもので、機能が付与できない割合というのは増えていることになりますので、まあ、その点注意してください。で、はい、それでですね、次アノテーションの、パイプラインの、まあ、構築について、ご紹介していきたいと思います。まあ、実際にですね、まあ、今、ご紹介いたしました、部分まあ、遺伝子領域予測とですね、まあ、遺伝子の機能予測をですね、まあ、どういうふうに行っていくかというふうなことをですね、まあ、実際の実例をもとにですね、ご紹介していきたいと思います。で、まあ、原核生物とですね、まあ、真核生物、まあ、2種類分けてご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、まず原核生物からですけれども、まあ、原核生物の場合ですと、まあ、遺伝子領域の予測精度が非常に高い、高くですね、まあ、全自動をまあ目指したそのパイプラインというのが実際にまあ開発されてまあ公開されています。まあ、まあ現在ですとその次世代シーケンサーの登場によってですね、その微生物ゲノム、まあ、解読決定というのがまあ非常に容易になりまして、そのアノテーションにもですね、まあ、迅速性がまあ求められているというまあ要望もありますし、まあ、あとはですね、まあ、先ほどご紹介いたしましたように、まあ研究グループ研究グループごとのですね、そのアノテーションのその違いを、まあ、少なく、できて、まあ、他の、生物種との、まあ、比較ゲノム解析に、まあ、活用しやすくなるという、メリットが、ありますので、まあ、その全自動を目指したそのパイプラインというのが、開発されております。で、まあ、それについて、まあ、ご紹介していきたいと思います。で、実際ですね、その、全自動 のアノテーションパイプラインの必要性なんですけれども、やっぱり公開されているそのゲノムアノテーション情報にですね、さまざまな問題点というのがあります。まあ、予測、プログラムの間違いだったりとか、まあ、あと、最短の ORF 長だったりとかですね、まあ、あと先ほども、ご紹介しましたけれども、ご紹介しましたけれども、そのブラストの識値をどうするかとかといった、違いがですね、各研究グループごとに違うところがありますので、どうしてもですね、同じそのゲノムを解読していてアノテーション結果は違うといったような例もあります。まあ、これもちょっと後で紹介しますけれども、まあ、そういうですね、こういうようなその違いをですね、改善するためにも、まあ、共通化されたそのパイプラインワークフローというのが、あればですね、これらの問題は解消されるということで、自動アノテーションパイプラインが開発されています。で、ちょっと時間が押してますので、遺伝子領域予測プログラムは種類の割合、今後ですね、2006年当時ちょっと、なかなかこういうふうにまとまっているデータが、なかったので最新版が、取れなかったんですけれども、まあ、現在の種類としては、まあ、グリーマ、プラスアルファで、まあ、ジンマークとか、あとメタジンアノテーターという、まあ、現在遺伝研による野口先生がですね、ナノグループが、まあ、開発された、遺伝子予測プログラムソフトが、使われるのが主流になるかと思います。で、まあ、あと、まあ、完全腸以外、まあ、ドラフトだったりとか、まあ、メタゲノムに関しては、この、メタ、ジンアノテーターというのが、非常に、強力な予測ソフト予測プログラムになります。で、まあ、実際にですね、まあ、同じその、ゲノムでアノテーションの違い
でなんですけれども、こちらですね、あの同じ、同種、同株なんですけれども、まあ、決定期間違います。で、そのアノテーションで、まあ、ここの部分を見ていただきますと、こちらの方ですと、まあ、ここを ORF として取ってるんですけれども、こちらのグループが、まあ、ここに取ってで、まあ、おのおのですね、まあ、見てみますと、まあ、同じように領域としては取れるですけど、まあ、それの、どっちが正しいのかというところで、その期間によっても、まあ、違いがある。まあ、これはやっぱりそのアノテーションのサインですね、考え方で、まあ、こういうようなその違いが出てきますので、まあ、こういうのを、全てですね、まあ、使って、まあ、光ゲノム解析するっていう時に、まあ、こういうところが問題になってきてしまいますので、まあ、そういう意味で、先ほどご紹介したその GTPS という、データベースでですね、まあ、そういうところをまあ保管して、修正してですね、データとしてまあ公開していく。で、まあ、こういう違いをなくすためにもですね、やっぱり全自動の、プログラムっていうのが、必要になります。で、まあ、現在ですね、まあ、代表的な、ものとして、以下のまあ3つが、挙げられるかと思います。で、我々ですとですね、この MyGap、まあ、現在 DDBJ から公開されてますけれども、まあ、DDBJ と、統合データベースプロジェクトの中でまあ開発された、MyGap、予測プログラムとあのパイプラインがありますので、まあ、こちらを使う、っていただければというふうに思います。まあ、それ以外にですね、まあ、MCBI の、プロバイオティック、ゲノムアノテーションパイプラインだったりとか、あとですね、ラストと呼ばれるような、アノテーションシステムもあるんですけれども、MyGap であればですね、あの日本語で、説明のも、書いてありますので、非常に使いやすいんではないかというふうに思います。で、MyGap につきましては、まあ、こういうような、で、ORF 予測プログラムとして、使えるもの、あとはその RNN の、予測だったりとかですね、まあ、そういうのを、まあ、実際にですね、設定して、アノテーションを、のパイプラインをですね、構築することもできるんですけど、まあ、現在はですね、まあ、公開されているバージョンとしては、全て全自動で、おすすめのですね、予測プログラムと、データベースをまあ対象にですねの、機能の部分がまあ公開されているんですけど、まあ、実際にですね、あのどういうふうに、ことを行っているかということをですね、まあ、ちょっと簡単にだけ、ご紹介させていただきます。で、まあ、一番最初にですね、ORF の造成と、まあ、そういたしましてはそのメタジーアノテーターを使って、で、あとですね、RBS の登録で、まあ、リボソームの、予測、あと、まあ、TRNA の予測と、あとはですね、予測の、ORF の、まあ、アミノ酸配列の、まあ、翻訳とですね、まあ、あと相同性検索の、まあ、結果といたしまして、まあ、これらの結果がですね、配列を投入すると、返ってくるというになります。で、そのMyGapの、使い方につきましては、今回ですね、ちょっと真核生物中心という、ことにさせていただきましたので、MyGapの、詳しい使い方につきましてはですね、統合テレビでこの、講習会での、まあ、このMyGapに関する説明の動画がありますので、こちらの方を、ご覧いただければと思います。で、あとですね、ちょっと、ご要望でですね、まあ、コメントいただきましたので、ちょっと配布した資料にはないんですけれども、まあ、ちょっとアノテーションの、整理といたしまして、まあ、どんなことをしていくのかというのをちょっと簡単にだけ紹介させていただきます。で、実際にですね、まあ、その原子の、情報はですね、まあ、同定できた後にですね、ゲノム全体 の、 その生物学的なその機能の特徴を、まあ、付与していくんですけれども、一つはですね、そのCOGという、MCBI が、出されています放送遺伝子データベースがありますので、まあ、その、CoGのですね、機能カテゴリーを用いた、まあ、遺伝子の分布なんかを、まずは、見ていく。で、まあ、これはですね、まあ、実際に、論文で、出されていた、表になるんですけど、まあ、こういうようなですね、機能分類表がありまして、まあ、それに、まあ、何件ずつあったかというんで、ちょっと、機能の全体を、まあ、俯瞰していくようなことを、行ったりとかですね、まあ、あとはですね、その、保有する反射経路をチェックしていくということで、まあ、教育の、パスウェイなどを使ってですね、同定して見ていくという、ところになっていきますし、まあ、あとはですね、まあ、より詳細なそのアノテーションの、まあ、実施といたしまして、原核生物の場合ですと、まあ、水平電波の遺伝子
で、まあ、どういうふうにですね、まあ、機能を獲得しているのかっていうようなそのやり取りなんかも、非常に重要な、まあ、情報になってきますので、水平電波遺伝子の、まあ、同定、まあ、ISO を含んだ、水平電波の、遺伝子の同定だったりとか、まあ、あとはですね、リピート配列、まあ、クリスパーとかですね、まあ、そういうような、まあ、リピート配列の、まあ、同定、などを、まあ、行って、まあ、より詳細にですね、まあ、生物学的機能を、まあ、付与していく。でまあ、最終的にはですね、まあ、比較ゲノム解析といたしまして、まあ、オフォル遺伝子のグループ作成だったりとか、まあ、こういうのはですね、これはですね、ブリーグという、ブラストリングイメージ、ジェネレーターという、まあまあ、ブラストのですね、検索結果を使って、まあ、対象ゲノムと、比較、これ、大腸菌 O157 株と、まあ、公開されている他の大腸菌の、まあ、比較結果なんですけれども、まあ、こういうようなですね、ゲノム全体の中で、O157 と、まあ、ヒットしている領域とヒットしていない領域がどういう、こうなのかというような、まあ、ゲノム全体の、構造を、まあ、見ているといったような、解析を、まあ、行っていく、ことになるかと思います。まあ、こういうようなですね、まあ、情報を得るために、まあ、必要な、まあ、情報を得てですね、まあ、最終的に、この対象ゲノムの特徴は何かっていうのを、まあ、見ていくことになるかと思います。で、まあ、次にですね、まあ、ゲノムあの、まあ、真核生物についてお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、真核生物の場合は先ほどの遺伝子構領域予測についてもの際にも、申しましたけれども、まあ、エキソン・イントロン構造を持つためですね、ORの予測精度も低くて、まあ、EST やですね、マクルデングス、CDNA などの、まあ追加実験のデータ並びに、まあ、最終的にはですね、マニュアルアノテーションというのが、必須となります。で、まあ、人とかマウスとか、まあ、イネといったような、まあ、大きいその、ゲノムに対してはですね、まあ、専門家コミュニティによるそのアノテーション会議、アノテーションジャンボリー、ジャンボリーですね、ジャンボリーと呼ばれるようなそのアノテーション会議が、まあ、実際に実施されて、遺伝子のアノテーションの、精査が、なされたりもしています。で、まあ、真核生物はですね、すみません、これちょっと配布資料にですね、机の忘れてしまったんですけれども、まあ、真核生物の、アノテーションについて、ネイチャーレビュージェネティクスにですね、去年の5月の号なんですけれども、こういうような、創設が出ています。で、まあ、こういうような創設もですね、ご参考いただければと思います。で、まあ、実際にですね、アノテーションのパイプラインを作っていくことになるんですけれども、まあ、原核生物とですね、まあ、同様にその自動アノテーションシステムというのが公開されています。で、まあ、しかしですね、現状ではその全ての真核生物に対して、まあ、ある一定のですね、予測精度がよくですね、まあ、遺伝子領域を予測することはですね、まあ、難しくて、まあ、その対象ゲームにですね、まあ、特化したそのパイプラインというのをまあ構築していくということが必要になるかと思います。まあ、特にですね、その遺伝子領域予測プログラムのまあ選択だったりとか、その学習セットをどう、その遺伝子領域予測を行う際にですね、学習セットをまあどう作成するかについてはですね、その対象ゲノムに特化させる必要が、あります。で、じゃあどういうふうにですね、まあ、パイプラインを構築していくかなんですけれども、まあ、まずはですね、その対象ゲノムとその近縁ゲノムが公開されている場合は、そのプロジェクトでまあ利用されているそのアノテーションの方法っていうのを、論文のところにもですね、記載がありますので、まあ、それでまあどういうものを使われている、どういうそのプログラムが使われているのかですね、まあ、そういうのを参考にして、パイプラインをまあ構築していくのが、いいと思います。で、まあ、今回はですね、まあまあ、全ての例を、紹介していく時間もありませんので、まあ、私が、関係しましたその現中で、まあ、構築したそのアノテーションパイプラインを中心にですね、まあ、どういうふうに、構築していったかで、まあ、どういう結果が得られたのかということについて、まあ、紹介していきたいと思います。で、まあ、真核生物の場合なんですけれども、原核生物と違ってですね、真核生物の場合ですと、その遺伝子予測の際にですね、まあ、ES や CDNA 配列を、ゲノム配列でマッピングして、遺伝子の、領域の、まあ、位置を、まあ、同定する際に、まあ、活用されます。で、まあ、この部分がですね、まあ、先ほど、まあ、原核生物らの、まあ、紹介の中で、まあ、新しく追加される、部分になるかと思います。で、まあ、ちょっと CDNA と EST 配列の説明についてはですね、まあ、今回、説明を省かせていただきますけれども、まあ、こういうようなですね、まあ、その配列情報があったときに、そのゲノム配列の、まあ、どういうのがですね、位置にですね、マップされていくのか
という、それを見てですね、実際に、まあ、ここの領域には ESP がマップされているので遺伝子はありそうだ、マップされてないのでなさそうだといったようなことをですね、最終的に、まあ、判断する、一つの情報になる。で、まあ、あとですね、そのパイプラインの、まあ、構築を、していく際なんですけれども、まあ、これもですね、まあ、統合データベースではそのバイオインフォマティクスパイスに役立つ、まあ、ツールやワークフローなどの、まあ、情報をまとめた、ウェブリソース、ポータルサイトフォアバイオインフォマティクスという、サイトがあります。まあ、ここにですね、まあ、シロイズナズナとかコージカルゲノムといったような、ところで、まあ、論文でですね、まあ、紹介されていた、アノテーションのワークフローをですね、まあ、どういうデータが、入力データでっていうような、何のソフトを使ってっていうような、ところがですね、まとめられてますので、まあ、ちょっと、ここもですね、参考いただければと思います。で、まあ、実際にですね、その大リディア原虫で、行った、ゲノムアノテーション、方法について、ご紹介していきたいと思います。で、まあ、大リディア現地なんですけども、すいません、ちょっと、時間がだんだん押してきている ところですので、まあ、ちょっとタイリリア現地についてはですね、ちょっと説明を省かせていただきます。まあ、まあ、現地ですので、まあ、まあ、これまでにですね、まあ、マダニ海外製のですね、まあ、タイリリアオリエンタリスという、ゲノムなんですけれども、まあ、それでですね、赤血球に寄生して、まあ、重度の貧血や、まあ、黄疸を、起こす。で、まあ、ゲノムのサイズはですね、まあ、4本の染色体で、約9メガの、ゲノムサイズで、遺伝子としてはですね、アノテーションした結果といたしましては、3995、ほど、ありました。で、まあ、こちらの方、このアノテーションについてはですね、この、論文で、発表されていますので、まあ、こちらも合わせて、ご覧いただければと思います。で、実際にですね、まあ、アノテーションのパイプラインの、流れといたしまして、まあ、ゲノム配列と、まあ、EST 配列の、情報が、ありました。で、それを使ってですね、まあ、ゲノム配列に対しましては、最初にですね、まあ、リピート配列と、RNA、機能性 RNA の、まあ、配列の、同定と、マスクを行いまして、まあ、その後ですね、マスクされた配列に対して、まあ、ORF の、まあ、予測を行っています。で、予測として、まあ、使った、プログラムといたしましては、グリーンマー HMM と、ジーンマーク HMM と、あとは、創造性ベースのジーンワイズと、あとは、これらの結果を組み合わせた、ものとして、ものも、使おうと思いまして、ジグソーを、使っております。で、もう一つ EST 配列につきましては EST 配列を、まあ、ゲノムのように、まあ、マッピングしていくと。で、その際に使った、予測マッピングのソフトといたしましては、EST2 ゲノムという、プログラムがありますので、まあ、それを使っています。で、おのおのですね、結果が出てきた、ものに対しまして、相同性検索と、モチーフの、検索を行いまして、まあ、それらの結果をですね、全て組み合わせて、マニュアルアノテーションで、最終的な、同定アノテーションを行ってきております。で、まあ、それらについてですね、まあ、ちょっと流れとして、ご紹介していきたいと思うんですけど、まあ、まずですね、まあ、リピート配列の検出なんですけども、これは一番最初にご紹介した、まあ、リピートマスカーを使っております。で、まあ、RNA の予測につきましても、リボソームの RNA につきましては、まあ、相同性検索、まあ、基地の配列を使いまして、相同性検索を行っております。で、まあ、TRNA の予測につきましては、TRNA スキャン SE を使って、予測を行いまして、まあ、これらの予測された領域に対しては、全て、マスクを行いました。で、次にですね、まあ、遺伝子予測の、を行っていくんですけれども、まあ、遺伝子予測プログラムといたしましては、まあ、いかに上げる、手法を、使っているんですけれども、まあ、選定理由としましては、まあ、すでに公開されていた、タイリアの、パルバとアニュラータと、2つの、ゲノムが決まっていましたので、まあ、そこで、まあ、利用されていて、なおかつ、まあ、フリーで、あとは学習セットの、作成を、まあ自前で行えることっていう、選定で、行っていますので、選定しました。で、まあ、使った、情報としては、両末端の EST 配列間の、まあ、遺伝子領域です。これはですね、と末端配列を、まあ、組み合わせて、組めるかどうかというところで、自前のプログラムで、行っております。で、まあ、あとは創造性検索に基づく方法としては、ジーンワイズという、手法を
ジニワージュに使われていまして、まあ、これはですね、近年、2つの、ゲノムの全 ORF を対象に、T ブラスト M、相当性検索を行いまして、まあ、その実行結果から、予測がを行っております。で、まあ、あとアグリジン使用法といたしましては、グリーマー HM で、最小値は60、ベースで、まあ、教室セットとしてはですね、まあ、近年、2ゲノムの遺伝子領域400アミノ酸以上の配列と、まあ、あとはですね、そのここで使ってます EST 配列からの予測した遺伝子領域データを学習セットとして使っています。で、ジーンマークにつきましては、これ学習セットを必要としないものでしたので対象としてですね、一つ入れております。で、あとはまあこれらの結果をですね、まあ、組み合わせて検証しましょうということで、ジグソーを使っています。で、まあ、遺伝子領域予測プログラムの使用の際にですね、その学習セットの設定っていうのが非常に重要になります。で、はい、学習セットとしてはですね、まあ、近年種もしくはそのゲノム内であらかじめゲノムアノテーションできているものを利用するといいんですけれども、それをですね、まあ、設定する時に、まあ、どれだけの、ものを使うか、そのどの配列帳以上のものを使うかとかですね、信頼性の高いものだけ使う、全部使うといったような、組み合わせでですね、その、使う学習モデルの、考え方で予測される件数というのは非常に大きく変わります。ですので、その学習セットとして、まあ、何を使うか、まあ、どういうふうに設定するかという部分については、ちょっとですね、事前に検証する必要があると思いますので、まあ、これはですね、まあ、多く予測されすぎるとかね、まあ、そういうような、大きな違いがなければ問題はないんですけれども、まあ、そういう場合もありますので、いくつか検証していただければと思います。で、実際ですね、我々が行った、アノテーションの時にですね、まあ、各予測プログラムの結果が、このような点数になります。で、まあ、グリーマーの場合ですと、トータルで3934で、ジーンマークですとちょっと少ないんですけれども2887で、ジーンワイズにつきましてはこれ非常に多く出てきているんですけれども、これはロークオリティのデータも全部含む点数になってますので、まあ、これだけ多くで、まあ、あとこれらの結果を組み合わせたら、まあ、ジグソーで、2641というような、結果になっています。で、これはですね、まあ、遺伝子の、プログラムで、予測されたその結果を、まあ、比較してみますと、例えばジーンマーク、と、グリーマー HMM で、一致していた割合っていうのは、グリーマー HMM の、まあ、60% 程度で、残りの 40% っていうのはおのおの違う領域で、予測されていると。で、まあ、予測件数にも、まあ、ばらつきが大きいというような状況になりますので、やっぱりその一つのものに限るんではなくて、やっぱり複数組み合わせて考える必要があるかと思います。で、あとはですね、まあ、これらの遺伝子予測プログラムの結果とですね、ESD 配列のそのマッピング結果を使って遺伝子間同定のためのクラスタリングを実施してマニュアルアノテーションに入っていってます。で、ちょっと話が飛ぶんです変わるんですけれども、まあ、菌類ですね、まあ、主に酵母、まあ、でまあ、どういうような遺伝子領域予測をプログラムを使うといいのかという参考資料といたしまして、まあ、ちょっとですね、私自身、まあ、最近、コンピュートゲノムとか、まあ、比較ゲノムでの、まあ、論文をですね、まあ、12法ほど、チェックいたしまして、まあ、予測プログラムをですね、抜き出してみました。で、まあ、そうしますと、まあ、酵母イーストに、酵母についてはですね、この FGENSHっていう、ちょっと優勝の、プログラムなんですけども、これが、まあ、5回使われていて、まあ、あとローガスタスっていう、ものが、まあ、3っていうような、ものが、まあ、代表的になっています。まあ、まあ、あとはですね、まあ、創造性のものといたしましては、ジーンワイズが、よく使われてますけれども、まあ、私個人としてはこっちのジーンワイズよりも、ジェンブラスト G の方が、まあ、必要結果とかですね、まあ、使いやすさとしては、使いやすいかなというふうに思います。で、この FGENSH なんですけれども、これも優勝であるんですけれども、まあ、酵母についてはですね、学習モデルが公開されていて、ウェブ上で実行できますので、まあ、そのためにですね、まあ、多く利用されているのかなというふうなところがあります。
で、あとですね、ちょっとタイレリアの、ゲノムアノテーションに戻りますけれども、ESP 配列のゲノムへのマッピングで、ESP 配列がですね、約、2万8000件ありまして、マッピングを行っています。で、ちょっと、条件とか詳しいところはですね、資料で、ご確認いただければと思います。で、それでですね、得られた、各、予測プログラムの結果だったりとか、あとは ESP のマッピング結果、などを、含めまして、遺伝子だの、クラスタリングを行いました。イメージとしてはですね、こういうような複数の、ところが、一つの、領域として、同定しているというような、作業になります。で、得られたですね、クラスターの件数といたしましては、トータルとして、3833ありまして、これをですね、この3833を対象に、実際にですね、どういうふうな、マニュアルアノテーションを、実施していきました。で、もう一つですね、遺伝子機能、予測といたしまして、こういうふうにですね、5つの、カテゴリー分けで、条件をですね、定義して、カテゴリー分けを行いまして、マニュアルアノテーションの際の、参考資料といたしました。で、禁煙のものに、総合性高く当たっているかで、あとアイデンティティが 50% 以上で、何かに当たるかとかですね、そういうような、基準で、5つの、基準で、設けまして、これをですね、と、さっきのですね、遺伝子の、クラスタリング結果を、元にですね、マニュアルアノテーションを行っていきました。で、マニュアルアノテーションなんですけれども、原虫ゲノムはですね、三層圏の、HNP プロジェクトで、開発との、共同研究でですね、この、HNP プロジェクトで、構築されたシステムを利用させていただきました。で、トットスープと、スモビューはの2種類を使ってマニュアルアノテーションを行っていたんですけれども、実際にですね、マニュアルアノテーションを行った、結果なんですけれども、遺伝子座の、クラスターとして、3833件ありまして、実際にですね、約10名程度で、分担してですね、見ていきまして、その、クラスター遺伝子座のクラスターの中で、複数に分割するものだったりとか、除去すべきものといったようなものだったりとか、あと2つ、これは1つになるんじゃない、1つになるんじゃないのとかですね、あと相当性が低くて決めにくいなというような、ものなんかの、アノテーション結果を、踏まえまして、アノテーションをですね、修正して、最終的に、3995遺伝子というふうになりました。で、実際にですね、そういう、例なんですけれども、実際にですね、この領域なんですけれども、最終的にですね、同定した遺伝子クラスターが、このラインになります。で、これを見ていただきますと、その、ESP 配列と、これすみません、ここは ESP の、配列で、これがこれも ESP ですね。で、これが、予測プログラムの予測結果に、なります。で、これを見ていただきますと、ここの部分ですね、ここの部分が、すっぽりと抜けている。で、これ ESP の配列ですので、ここに、1つ遺伝子を、追加すべきだということで、なおかつ、禁煙のものとも、相同性があった遺伝子なんですので、ここに、1つ追加するというような形で、追加を行ったりとかですね、あとは、これはですね、クラスターとして、1つに、なっていまして、これが最終的に出てきたところなんですけれども、どうもですね、これに引っ張られて、ここはできているんですけれども、どうも EST のマップの結果を見てみますと、2つ出ている。で、フォワードとリバースのものがですね、ここで1つずつペアリングされていますので、どうもですね、1つではなくて2つに分割すべきだというようなことで、分割を行う。で、もう一つですね、これは、削除の例なんですけれども、この場合ですと、こちらの方、センス側とアンセンス側で、両方、の領域で、表裏に、予測されている場合があって、この場合ですね、どっちかを、削除する必要があるんですけれども、アンセンス側の方が、EST の、マッピングも、されてますので、こちらの方はちょっと違うというので、これを削除するといったような、
ことをですね、作業を行っていって、まあ、最終的に同定していくということになります。まあ、信託生物の場合ですと、そのゲノムアノテーションを行う人数に応じて、まあ、システムを構築する、まあ、必要がありますけれども、まあ、アノテーションシステムとしては、フリーの、ものもあります。で、まあ、ゲノムサイズが小さい、なおかつですね、まあ、参加人数が少ない場合ですと、ソフトウェア型でですね、Windows PC 上で、まあ、実行可能なものがあります。で、まあ、ゲノムサイズが大きい場合ですと、まあ、先ほどのですね、タイレリア原虫ゲノムで、使用したような、ウェブサ、まあ、サーバークライアント方式による、まあ、アノテーションシステムなんかを、利用して、大人数でですね、まあ、アノテーションをする必要が、出てきます。で、まあ、まあ、少数の、場合、まあ、下等信託生物の場合とかですと、まあ、少人数で、アノテーションになると思いますので、まあ、このアノテーション結果をですね、まあ、GF 等で、まあ、管理することで、まあ、アノテーションを、実施できる、ソフトウェアとして、これは3が出ている、アルテミスという、ソフトウェアだったりとか、あとはこれ、症状場合のプロジェクトで、使われた、まあ、アポロといったような、ソフトウェアを使ってですね、実際にマニュアルアノテーションをするときの、結果を見るための、まあ、システムとして、活用されています。で、まあ、GFF についてはですね、まあ、ちょっと、説明を追加し加えておりますので、まあ、ちょっとご参考いただければと思います。で、進化ゲノムのアノテーションシステムといたしましては、まあ、代表的なものとして、まあ、2つ挙げられます。で、まあ、1つはですね、メーカーというものでして、まあ、先ほどですね、まあ、創設、として、まあ、ご紹介した、論文があったと思うんですけれども、まあ、それをですね、まあ、書いた、グループが、作成している、アノテーションシステムになります。で、まあ、これでですね、まあ、遺伝子領域予測ソフトの、まあ、実行がですね、まあ、いくつかの予測、プログラムをですね、まあ、組み合わせて実行することができるというところで、使い勝手はいいんではないかというふうに思います。ちょっと、だいぶ時間が押してきたので、最後ちょっと説明駆け足で申し訳ないんですけれども、あと、まあ、もう一つですね、パーサという、ものもあります。これもですね、プログラム、アノテーションシステムとして、まあ、最終的な結果をですね、まあ、GFF 形式という、形式で、まあ、出力できて、まあ、アルテミスや、先ほどご紹介したですね、アルテミスやアポロ、などへの、まあ、取り組みが、まあ、容易である。で、まあ、マニュアルアノテーションを行うため の、 そのデータを、一通り、出して、くれますし、あとはですね、まあ、複数、まあ、これもですね、まあ、複数 の、 その、予測プログラムソフトを、組み合わせて、実行することができるという点で、これらのですね、アノテーションシステムをですね、まあ、活用していただくのもいいんではないかなというふうに、思います。で、まあ、ゲノムサイズが大きい場合なんですけれども、まあ、人の場合ですと、その H インビテーションアノテーションプロジェクトというんで、まあ、こういうようなですね、データベースの、CDN で、まあ、国際アノテーション会議を、まあ、開催してですね、まあ、こういうような形で、まあ、大人数 で、 ですね、まあ、行っていくと。で、まあ、マウスとかイネについてもですね、まあ、同様に、まあ、日本でですね、精力的に、まあ、開催されてきております。で、最後ですね、まあ、ちょっとすいません、少し時間をですね、もう少し、したかったんですけれども、少し時間が押して申し訳ないんですけれども、まあ、実際にですね、演習の方を、行っていただければなというふうに、思います。で、に入っていきたいと思います。で、まあ、データなんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、インストのですね、まあ、ある染色体 の、 その、ゲノム配列に対して、まあ、アノテーションを行ってみましょうということで、まあ、サンプル配列といたしまして、私の、研究室を挙げている、まあ、サーバーのところにですね、AJAX41 っていう、ディレクトリがありますので、まあ、そこから配列情報をですね、取得していただければと思うんですけれども、まあ、こういうふうにですね、まあ、URL としてbioinfo.ie.minigata-u.ac.jp/AJAX41
とまで、打っていただきますと、ここに、必要なデータの一覧が出てきますので、それでデータにアクセスしていただければと思います。ですので、まず最初にですね、テストセックとしまして、これクリックしていただきますと、ありますので、まあ、これをですね、単純にコピペしてもらえれば、そのまんま使えるかと思います。で、実際にですね、まあ、遺伝子領域予測の、プログラムの実行なんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、公募で、よく利用されている、2種類として、オーガスタスと FGNSH を、使って、予測プログラムの、違いをですね、見ていただければと思います。なんですけれども、まあ、一つですね、まあ、今回ですね、これだけの40人、程度のですね、方がですね、まあ、一度にアクセスしていただきますとサーバーが止まる可能性がありますので、ちょっとその点注意していただければと思います。で、特にですね、こちらの、オーガスタスの方は、まあ、大学が提供しているサイトなので、アクセスしていただいてもいいかなと思うんですけれども、 FGNSH についてはですね、まあ、企業が公開しているサーバーですので、まあ、今回はですね、FGNSH については、実行をですね、控えていただいてで、その結果と得られた結果っていうのはですね、この F、このバイオインフォ IE 新潟 -UACJP AJAX41 の、いかにですね、 FGSH_result.pdf っていう、ファイルがありますので、これが実行結果の、PDF ファイルです。これこちらのサイトで実行した、結果になりますので、こちらの方をご覧いただければと思います。これですね、でもしですね、こちらのですね、サイトで、実際に、実行した結果として、まあ、こういう、結果がデータとして返ってくるんですけれども、もしですね、サーバーアクセスしてうまく実行できないとか、そういう場合がありましたら、こちらのサイトのですね、この、大型サンダーバー、リザルトドットテキストがですね、この、結果を、コピーしたデータになりますので、こちらの方をご覧いただければと思います。で、で、こちらの、実行結果の、見方なんですけれども、一応資料の方にも、書かせていただきましたけれども、この GIN というところで 322-1654 というのが一応この予測プログラムでの遺伝子領域としての予測領域のポジションの開始位置と終了位置で、あとこのプラスというのがストランドです。で、プラスですとセンス側で、裏側ですとマイナスが出てきます。で、あとですね、ずっと見ていただきますと、スタートコドンとしては322から324になってまして、で、あと CDS としては、2つあるというので、エキソンとしては2つあるということで、322と454までと、522から1651までということになります。で、この結果をですね、見ていただいて、2番目ですと、このスタートジーン
G2 というところでまた同じように、書いてありますので、まあ、1つ目、2つ目で、まあ、この、1つ目の配列の、アミノ酸配列と、塩基配列の、条件が、ありまして、また、位置情報があって配列情報という、繰り返しになります。で、まあ、この結果をですね、まあ、見比べていっていただいて、実際にですね、各予測プログラムでどう結果が違ってくるのかっていうのも見ていただければと思います。で、まあ、それをですね、整理するためのファイルといたしまして、この AJAX41 アノテーションリザルト .xlsx という Excel ファイルを上げましたので、まあ、こちらの方をですね、ダウンロードしていただいて見ていただきますと、まあ、比較結果用としてですね、まあ、こういう、Excel ファイルを、作りましたので、まあ、こちらの方にですね、まあ、例えばオーガスタスの、まあ、ものですと、まあ、CTS エキソンとしては322から454と522から1654という形で、まあ、ポジション情報を、書いておいていただいて、まあ、エキソンの数としては2つで、ストランドとしてはプラスというような形でですね、で FGNSH については、こちらの方で見ていただきますと、これが、まあ、1番目の、情報になります。で、CDS になりますと、196の、537という、ポジションのところにあって、で、ストランドといたしましては、マイナスになります。ですので、まあ、1番目の、結果といたしましては、プラスとマイナスで逆になっています。ですので、まあ、どっちが正しいのかっていうのは、まあ、相当性検索で、確認していくことになります。ですので、そのExcel ファイルなんですけれども、こちらのですね、まあ、演習内容6、のところの、この表をですね、まあ、Excel データに置いただけですので、こちらの方、まあ、実際にですね、まあ、電子的に書いていった方が、楽かと思いましたので、Excel ファイルも、用意しましたので、まあ、こちらの方に、書いて、いただければと思います。で、実際にですね、まあ、各得られたその予測結果、アミノ酸配列を使いまして、まあ、相当性検索で、まあ、実際に正しいかどうか、予測されているものが正しいかどうかというのを、まあ、検証していただくことになります。で、まあ、今回ですね、まあ、ちょっと検索の時間とかですね、問題もありますので、比較的データベースのサイズが小さい、まあ、スイスプロットを対象にしていただければと思います。ですので、まあ、今回ですね、ユニプロットにアクセスしていただくという、まあ、データベースタンパク質アミノ酸配列データベースがありますので、まあ、ここにですねアクセスしていただければと思います。で、まあ、ユニプロットで、Google で検索していただければ、これでアクセスできるかと思います。で、まあ、これでですね、まあ、このトップページのところのタグで、グラフトというところを検索していただきまして、まあ、ここにですね予測結果のアミノ酸配列を貼り付けて、で、データベースとしてはですね、ここに、後方にですね、ユニプロット KB の、スイス、ハイフンプロという、名前がありますので、まあ、これを選択していただいて、であとは、まあ、ブラストというクリックしていただく。で、まあ、そうしますと、まあ、こういうような、実行結果
画面が出てきます。で、まあ、この、ヒットしていたものの、プロダクトを、見ていただきつつ、この実際にですねアライメントの、情報を、クリックしていただきますとその詳細の情報が出てきます。で、詳細情報でですね、ここの情報を、参考にしてですね、アノテーションを見てつけていっていただければと思います。すみません、ちょっと画面が小さいんで実際に例でやってみます。ユニプロットでブラストで検索してですね、で、まあ、例えば FGE のですね、1番目の遺伝あのORF の、アミノ酸配列が、こちらの方に書いてありますので、こちらの方を選択して、まあ、コピーしていただいて、でデータベースとして、まあ、ユニプロット KB を選択して、まあ、ブラストを押していただく。で、まあ、詳細をですね見ていただくときに、情報としてですね、参考にするときに、まあ、クエリのレングスとですねマッチレングスと、あとこのポジション、この場合ですとこの、ID の、どこからどこまでの、何残機がヒットしていたかというのが、記載されています。まあ、ここの部分をですね、見ていただいて、まあ、この場合ですねもう完全に、途中のところの、77アミノ酸だけが、ヒットしているというので、まあ、これしかもですね、まあ、ヒットしているのが、今回イーストなんですけれども、まあ、マウスということで、まあ、ちょっとおかしいなというところがですね、見て取れると思うんですけれども、まあ、もう一個の方の、ところでもですね、まあ、どこからどこまで全長完全に一致しているのか、それとも部分的にしかヒットしていないのかというところをですね見ていただく際に、ここのポジションというところをですね、見ていただきますと全長がそうではないかというところが、分かりますので、まあ、ここの部分をですね参考にしていただいて、両方の、結果をですね、見比べていただければと思います。まあ結果から言いますとですね、この FGE のこの1番目のやつっていうのは全く全然違うということで、予測としてもですねちょっと間違ってっていうふうな、結果になります。ですいません、ちょっと実習の時間がですね、ほとんど取れなくなってしまって本当に申し訳ないんですけれども、まあ、最後にですね、ちょっと結果だけ演習の答えだけ紹介させていただきます。ですので後で後日ですねちょっとこちらの演習の答えの方は加えておりませんので、後ほど公開させて、この統合データベースの講習会のサイトからですねアップさせていただきますので、まあ、ちょっとそれでご確認いただければと思うんですけれども、最終的なアノテーションの結果といたしましては、遺伝子3つに対しまして、1番目がですね、エキソンは1個だけです。ですので FGSH も違いますし、実はですねもう1つのオーガスタスの方も、結果は違ってました。
で、あと2番目と3番目については、2番目についてはですね、オーガタスと FGSH、これは全く一緒です。で3番目については、FGE の方が、ちょっと結果が違ってます、FGE の方がエキソンが1個だけで、こっちはエキソンが2つで、お尻の方がですね、合っていました。で、まあ結果といたしましては、エキソンの2が、エキソンが2つある、ものが正解になりますので、オーガタスの方が、まあ正解になっていました。で実際ですね、まあ、今回使った、サンプル配列の領域なんですけれども、2番染色体上の、この領域になります。で実際に、遺伝子としては3つある。で、まあ、最終的なアノテーションの結果といたしましても、この3つ目についてはエキソンが、まあ、2つあるものになっていますので、こういうような結果になります。で、まあ、アノテーションの、結果なんですけども、G1、については FGSH で、まあ、先ほど今、ユニコードを実際に例で見ていただきましたけれども、全然違う、マウスにしていましたので、まあ、これは全然違っていた。で、O型スの、創造性検査結果につきましても、実際のところはですね、この、ID のものと、非常に創造性が高かったんですけれども、開始のパイプライム側の、70残機ほどが、ヒットしていないという、状態になっていました。ですので、まあ、大体の領域としてはこの辺に遺伝子はあるというのは合ってるんですけれども、アノテーションが違う可能性があります。ですので、もう一度ですね、ジーンワイズ、演習9で、紹介してますけれども、ジーンワイズで、このヒットしていた、もののアミノ酸配列をクエリに実行してみますと、この275から、1654という領域が、ヒットしていたということで、まあ、これが結果として正しいだろうというふうになります。で、ジーン3についてはですね、まあ、同じヒット同じ、タンパク質にヒットしていたんですけれども、開始の20、こっち FGSH の方がですね、開始23アミノ酸から、まあ、最後までがヒットしている。ですので最初の、20残項が、ヒットしていなかったのでちょっとおかしい。で、もう1個の方は、O型数の方で予測されたものは完全一致していましたので、こちらの方が、結果として正しいだろうということで、最終的に、こういうふうな判断で、まとめますと、こういう結果に、なります。ですので、ちょっとすいません、ここまで、出せいただけるようにですね、時間を取りたかったんですけれども、ちょっと最後、時間がなくて申し訳なかったんですけれども、申し訳ありませんでしたけれども、こちらの方は、後で公開させていただきますので、お手すきの際にですね、見ていただければと思います。でもう一つですね、まあ、最後、ちょっとだけですね、この、アルテミスというソフトウェアでこのオーガタスの結果をですね、取り込むことができます。でこれ取り込むとここに2つ CDS があるんですけれども、まあ、ここのところですね、ちょっと空いてますよね。この線がストップコードになりますので、これを見るとここの部分がすっぽり空いているので、まあ、ORF がありそうだということで、考えられるんですけれども、まあ、それでまあ最終的にはまあこういうふうな形でここにコードしてるだろうということでアノテーションしていくという形になります。すいません、ちょっと最後時間、押してしまいまして申し訳ありませんけれども、これで終わりにしたいと思います。まあ、これからちょっと休憩に入ると思いますので、ご質問等はですね、その時に、ご質問いただければと思います。今日はご清聴いただきましてありがとうございました。